人魚どもに改めて教えてやるとしよう。行くぞ。うわ、来た来た、でかっ。あ、戻ります戻ります。さあ、そしてと海底王国ムーレア、おー久々、滅ぶ前。海の上が恋しくなったら私にいつでも話しかけてよ。すぐに海の上を送ってあげるからね。あ、大丈夫です。もう全然ルーラで移動できるんで全くもっていらないです。最後の方あれやもんね、魚の姿やったもんね。ここは海底王国ムーレア、麗しき人間の、人間じゃない、人魚の女王が治める青き海底の楽園よ。でも最近の女王様はお顔を曇らせがちで、何かお悩みがあるみたいなのよ。ほうほう。てか結局あれね、女王様だけはあれやったけど、この国民たちは何も知ることなく死んでいった感じ。あれ、人魚の歌には癒しの力があるの。あなただいぶ疲れてるみたいだし、ちょっと私の歌を聴いていく。お回復あざす人魚の優しい歌声があたりに響いた。イエーイ。オラは時々王国の外を散歩すんだ。中でも一番好きなのは雪が舞い散るクレームランの海だな。あそこには冷たい水が流れ込む光の柱があって、暑い日に泳ぐにはちょうどいいんだぞ。めっちゃ寒そうだけどな。そういえばあれよね、ロミアの家とかあったよね。どの辺やったっけ。あ、あれか、反対側から入るところやったよね。なんかこれこれこれ。たとえお家の持ち主がいないとしても、お掃除の手は抜かない主義なの。いつか戻ってくるかもしれないしね。まだ待ってるの。でもロミア、あれよね、ロミアはもう亡くなっとんよね。体重が落ちる前、ん？体重が落ちる前にもうすでに亡くなっとったもんね。結構初期の段階のイベントやったはず。いやー、やめて、お尻かじらないで。かじらねえよ。ってびっくりするじゃないか。昔サメに襲われた時のことを思い出すから、こういうのやめてよね。何こういうのって。何もしてないですけど。女王様のところへ。何か悩み事があるらしい。ようこそ人間さん。女王様が玉座の前にてお待ちです。早速玉座の前へ行きますか？はい。受けたまわりました。それでは人間さん、しっかりと私の手に捕まっていてくださいね。名前で呼んでくれよ。よく来てくれました、勇者アイナよ。あなたを真の勇者であると見込んで、お願いしたいことがあります。何？黒い太陽が現れ、世界中の魔物たちが凶暴化しているのは知っていますね。この海においてもそれは同じです。世界を見通すことができる真理の真珠。その真理の真珠の輝きが、邪悪なる魔物に奪われてしまったのです。千里の真珠は私たち人魚族の秘宝。どうか魔物を倒し、千里の真珠に輝きを取り戻してはもらえませんか？ほう。そう言ってくれると思っていました。さすがです、勇者アユナ。千里の真珠から輝きを奪った魔物の名は、デスエーギル。外界の北東にある孤島近くに潜んでいます。船で孤島のそばまで行けば、あなたの持つマーメイドハープが、デスエーギルの存在を知らせるはず。さあ、勇者アユナよ。デスエイギルを倒し、千里の真珠から輝きを取り戻してください。なるほど。北東。デスエイギルは誠に手強き相手でしゃ。勇士様のご分をお祈りしますぞ。北東にある孤島？どこなんだろうか。あ、あれの、え？今どこだ？あ、これか。北東にある孤島ってどれだ？あのマップの端っこのやつかな？え、あそこに行くとしたら、なんだ、どこに？とりあえずネルセンの宿や。とりあえずね。ふふ。んで、ケトスとか、
てなかったんやっけ。待てよ。ああ、船はあそこか。まあ、船のとこまで行きましょうかね。こっちか。この島かな？地図に載っとるとは限らんよね。この島載ってないけど。こんな載ってない島。ね、島じゃない？あれ？マーメイドハープが一人で鳴り始めた。こっち。確かに近くにちっちゃいのもあるなとは思うよったけど、これ孤島っていう？小さすぎん。海を見てください。まあ、確かに地図上に乗っとるやつもね、パッと見た感じめちゃくちゃ小さいけど、中は結構走り回れる広さはあるけん、あれやけど。これか。なるほど、思っとった感じと違う。貴様ら、人魚どもの手先か。結構なんか魚っぽいやつ、魚人っぽい感じを想像しとったんやけど、全然違ったな。面白い。なんで海におるんや。誰のものなのか。貴様らの死を通じて、人魚どもに改めて教えてやるとしよう。行くぞ。うわ、来て来た、でかっ。我が海からそれ。海に沈みそうなんですけど、船がどんな感じかな、強いかな。一応ねクリア後の要素やとは思うけん。私が今までに逃しとったとかいうわけじゃないなら、でもある程度は強いよね、きっと。頑張れみんな、いきます。いいぞいいぞ。これまでだ。怖い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 。ああ、ベロニカが。ベロニカが。いいぞいいぞ、アユナ。まあ、でも言うてレベル99やけんね。あ、死にそう。そんな調子に乗ったこと言おったら死にそう。あっという間に体力が削られていく。そうそう、バイキルトでね、攻撃力もアップ。今誰、マルティナとアイアの攻撃力が上がったのか。おおお、うわすげえ、何吹き飛んだんやけど、粉々に砕け散ったんやけど。そして順調にグレイグのレベルが上がっていく。デスエギルを倒した。海底王国ムーレアの宮殿にいる女王セレンに報告しよう。ふう、永遠に見つからんかと思った。確かに、確かに地図上にあるあの島まで来れば、もう一個何かあるな、とはなるね。ムーレア。さあ、女王様。やっつけてきたよ。やっつけることそのものよりも、場所を見つけることがちょっと、大変だったんですが。わかりづらいよ。着いた着いた。なんかもらえるかな。もう一応クエストとして受けたけん、もらえるよね。あ、違う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 。教会やった。じゃなくって、上に上がりたいです。はい。ありがとう、勇者アイナ。デスエギルは海の藻屑と消え、千里の真珠も輝きが戻りました。それは良かった。本当によくやってくれました。これは私からの感謝の印です。さあ、受け取ってください。アイナは女王の愛を手に入れた。このロトゼタシアの各地では、勇者であるあなたの助けを求めている人が、未だ少なからずいるはず。それをあなたが知りたくなった時、大事なものの中から、今あなたに授けた女王の愛を使うのです。あなたがどこにいたとしても、勇者に救いを求めている人たちのことを、女王の愛を通じて、私が教えましょう。それから、ささやかですがもう一つ。
人間のあなたではこの海底王国の中に行けない場所もあり困ってはいませんか？そんな時は私に話しかけてくれれば、魔法の力で魚の姿に変えてあげましょう。おお、久々に。魚になってどこへ行こうとも自由です。あなたがいつの日か、すべての人々を救うと信じています。頑張るのですよ、勇者アユナ。ふんふん。で、なんか大事なものから使えるって言ったよね。女王の愛、これか。救いを求める人の居場所がわかるセレンの愛の結晶。救いを求める人って何？アユナは女王の愛に耳を傾けた。人魚の女王セレンの声が聞こえてくる。直接話した方が早くないこれ。アユナ、アユナ、私の声が聞こえますか？多分介護士じゃなくても今聞こえてる。私です。人魚の女王セレンです。アユナ、目の前にいるのにどうして私と直接話をしないんですか？あ、ちゃんとそういうコメントになるんやね。なるほど。ふふふ、あなたは面白い人ですね。それでも恥ずかしがり屋さんなのかしら。そういうところも嫌いではありませんよ。はい、じゃあ話しかけます。よく来ましたね、勇者アユナ。私の力で魚の姿になってみたいのですか？そうじゃないんやけどね。教えてくれんやん。よそに行けばいいってことやね。じゃあまあとりあえず石の村に飛んでいくとして。次はあれやね。デルカダールに向かおうかな、私。んで、ちょい、デルカダールまだ行ってないよね、クリア後の。今どの段階？もう追われてないんか。もう追われてない段階か。ちょっと、いまいちその辺よくわからんねよね。その、時系列がはっきりしない。なんだっけ？大事なもの。女王の愛。アユナ、アユナ、私の声が聞こえますか？あなたに道を示しましょう。おお、デルカダール。デルカダール城。大樹の根がある中庭や、城内の様々な場所で、黒き影がさまよっているようです。ユグノア城跡。その地下の奥深くで、あなたの大切な人たちが待っているようです。え、何？幽霊？ソルティコの町。ジエゴの屋敷で、大いなる試練が待っているようです。やっぱこれ、これ要はクエストってことやろ？まだクリアできてない。え、クリア後の世界めちゃくちゃいっぱいあるやん。とりあえず今までの場所全部回っていくぐらいの感じかな。あなたの力を必要としている人は他にもいますが、今はここまでにしましょう。頑張るのですよ、勇者アユナ。了解です。じゃ、とりあえず、デルカダールに飛んで、閉めようか。デルカダール城下町。仮想懐かしいね。ずっと行ってないけど。デルカダール城下町仮想のおばちゃんのとこに顔出すっていうのもいいね。神たちがお世話になりよったっていうとこ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあまだまだやることはいっぱいあるっぽいし。まあ本筋、メインストーリーはなんか核心に迫ってきた感があるけど、もうそこ終わってしまったらなんかいけんかったらいかんけん。今のうちにね、いろいろと気になる部分、気にならん部分はあれやけど、できそうな部分はなるべくこなしていこうかなと思います。